さてそれでは続きやっていきましょう。新しいステージ、またもや白熊。これはねクラッシュバンディク2から出てくる白熊のポーラのステージなんじゃないかなって思ってんだけど、あそうだ、あのねまた動画撮る前に先にねスキンをゲットしちゃいました。こちら、はい、 N 陣だね。荒野のロッキーロード、まあワールド2のステージだね。これ良くない？うん、めちゃくちゃ世紀末じゃん。でさらにココちゃんの、はい、 N 陣スキン、うん、誰？もう全然ココちゃんの面影ないもんね。じゃあ今回はとりあえずこの N 陣兄弟でやっていこうかなと。行こうぜ、またもや白熊、楽しみだな。さあ始まった。ポーラはいるかな？いや最初いないか。うん、その服寒そうだな。うん、そりゃそうだ。多分出てくると思うんだよね、ポーラ。またもや白熊だって言ってるもんだから。なんか懐かしい雰囲気だな、この感じ。本当にクラッシュ2みたい。はい、で、まあ多分後に出てくると思う。最初はまずクラッシュの、はい、独走って感じでいきましょう。この上に乗って研究員をトンしちゃって、で、あの、うおおおお、スキーしてくる。これ倒せるか。あ、倒せはするんだ。じゃあいっか。はい、休暇中かな、研究員の。そうそうそう、クラッシュ2の時から乗り回してる白熊のポーラですが、乗り回してそれにブチギレるパパグマもいるんだよね。はい、多分ね、パパグマもさ出てくるんじゃない、きっと。おっかねえけど、めちゃくちゃあいつおっかねえんだけどさ、でも会いたいよね。上には何もないね。てかそっか、多分ポーラ出てくると思うんで、まあ、乗り物ステージ、まあ、ポーラを乗り物って言っていいのかちょっと微妙なとこではあるけども、乗り物ステージさ結構久しぶりだよね。あんまやってなかったよな最近は。はい、こうしてこうすると、あ、いいね。お、壊しちゃダメなものはあったのか。いや、ないな、ない、オッケー、よし、チェック。もう早く出てきておくれよポーラちゃん、早く会いたいよ。大丈夫だね。で、この上はなんだろう、ここだけ違う理由何？なんもないか。で、そこにアクションブロックがあるんで、うん、奥にあるまだ出現してないのが出るんだろうね。もうこんなんで死ぬような僕じゃないんですよ。どうですか、どうですか、危ない、危ないですか。危ないです。よいしょ、いいね。いつ出んのポーラちゃん、僕もずっと待ってるんで、もうすぐ出てきてくれてもいいんじゃないか。これで出ないで終わるってある？そんなんないよな。怖い、あぶね、待って、なんか今さ、後ろになんかなかったか今。そこ、足場、あ、ほら、やったね、秘密の台ゲット。で、あんまり傾けすぎたくないんだよね。あ、でもこうして、いや、ちょっと難しいなこれ。こうして、いや、行き急いだ。こうして、こうしてタイミングバッチし、行こう。あ、来たよ、カラーダイヤルートあんじゃん。はい、前回情報をもらいまして手に入れたイエローダイヤ、嬉しい、ありがとうございます。本当に情報提供感謝してます。さあ、そしてなんだあそこは、あの施設は一体何だってんだ。あそこにコルテックス、そうだ、今回このワールドではコルテックスが出るはずなのよ。うわ、この感じ、クラッシュ1のあの吊り橋ステージあったじゃん、その感じに似てない？ってこと、待て、もしかしてさ、あれいけんじゃない、このここのダッシュいけんじゃない。いや、いけないんかい。いやー、そう、クラッシュ1の時はねこの上をね爆走したんだけど、今作はこれ乗れないっぽいな。うん、多分乗れないわ。いや、そういうなんかこうね、歴代やってるファンへのサービスとかあんのかなって思ったけど用意しなかった。で、こっちに行って、はい、そうそうそう、そのね崩れかけのレディオは危ない、乗れないんすよ。しっかり見て、奥見て、タイミングも見つつの、いや、一気にいける、どけろ。なんだ、あ、ん、これはマニパニパワー、違う、カップナーパワーでスローにできるけど、え、ここでスローなんか使う必要、あ、わかった、死んじゃダメ。さあ、もう一度、そうね、カップナーのパワーを使ってスローにしたら多分これも一瞬は落ちないっていう、そういうことだ。なるほどね、1と4の融合のようなステージ、素晴らしい、危ねえ、スローね、危なかった。よし、戻ろう、面白い。はい、戻ってきまして先に行きましょう。さあ、そろそろ来るんじゃないかい、愛しのポーラちゃんが。まあだけど多分ね、ポーラちゃんの方は僕のこと好きじゃないと思うんですよ。
あんなに乗り回せばね。さあ行きましょう。これはシーソーマック使ってこうだ。いっちゃれ。よし、オッケー。そしてこれも大丈夫。よし。あれ本当にこれポーラちゃんに合わずに終わるつないよね。さすがにないよね。うん、ダッシュ音死んでんのかな。さあ行こう行こう。行って、あ、カップナワちゃんだ。はいはい、これ結構好きなんだよね。楽しくない。はい、スローモガイズして、よいしょ。よー、もう一回行きます。ストップ。でもうさ、スライディングとかしてるからだな、うん、なんだかんだで、ね、普通の単発ジャンプ、あぶね、単発ジャンプが一番良かったりするのよね。あぶね。はい、でこう、あ、これ邪魔すんのか。あ、じゃあ違うか、こっちからだ。こっちからで、あ、もう普通にこっちから行けんじゃん。なんだで、はい、来ました。ニトロ、ニトロを駆け抜ける。行くぞ。よいしょ。ふぅー、いいね。そして、あ、なんだ、えげつねえ量のニトロが配給されましたけども、右には何もないね。オッケーオッケー。じゃあこれも普通に、カップナワパワー使って逃げると。はい、てかさ、あぶねえ、まあ、クラッター、あ、クラッターっぽいか今。まあいいや。で今さっきさ、クラッシュがさ、なんかなんだって感じでびっくりハテナが出てたんで、多分何か誰かが影響してると思うんだよね。あ、懐かしいな、コルテックスじゃん。コルテックス行っちゃって、もう当然クラッシュが追いかけてくれるもんだと思って行ったと思うんだけど、ボーナスチャレンジあります。はい、一旦ボーナスね。コルテックスには悪いけど、これはね、出しちゃダメだな。カップナワパワーでこれでこっち行く。で先にこっち全部終わらせるか。おえ、あぶねえ。あ、それもダメなんだ。なるほど。え、きっちいな。どうすんだろう。あ、上に逃げんのかな。でこっからこうあっちに行く感じ。オッケー、もう分かった、いけるわ。さあもう一回、多分でもこれはこうやっていけるよね。そしてここで、あ、待って、違う違う違う、上に乗りたいんだよね。だからここだ。いや違うな、ここ、こう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 で、こっちに行く。そうですね。そしてこっから一気に向こうまでジャンプで、これ一個ずつ壊していく。はい、こう、いいよ。焦らず焦らず。あ、だけど全部壊しちゃダメだった。もう分かった、いけるわ。はい、一個ずつ、一個開け、一個開けで壊していってから戻ればいいよな。なんもないよね、こっちに。なんもない、オッケー。じゃあ戻ろう。はい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 、で全部壊しちゃってオッケー。でこっから戻ると、壊していいと思うんだよね。ってことで壊して、これも壊しちゃう。ギギ、ここで1個ぐらい残しといてからニトロやって、で逃げると、逃げてオッケーオッケー。で次はあっちに行くんだす、出すいですけど、どこがタイミング、どこだ、これぐらいか、これぐらいか、行かせて行かせて行かせて、オッケー。さあそして最後、あちらに一旦移動しまして、これを押しちゃダメだよね、押しちゃダメだよね。いやいや、スローなら間に合うとか。はい、これでオッケーだな。オッケーで残り3個があそこにあるんで、さっきと同じように上に登るだけ。オッケー。あれ、あ、大丈夫だね。オッケーオッケーオッケー、よし、クリア。めっちゃやり直した。よし、それじゃあ行ってみよう、奥へ。いた、オーラちゃん。そしてコルテックスがすごく追いつけるぐらいのスピードにしてくれてる、ありがとう。さあ行こう。嬉しい、ブーストもあんのね今回もね。行って、よし行こう。オーラちゃん、お前の背中懐かしいぜ、懐かしいぜ。でブーストもして、待って待って、これ何、レースなのもしかして。あ、待って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 、そうです、取り逃しなきゃいきたい、取り逃しなきゃいきたい。で、ジャンプ、ちょっとジャンプしすぎた、これは一旦ごめんね。冷静に冷静に取る、オッケー。で、ジャンプ取る、もう取れなかった、くっそ、もうコンプはしたいな。よしよし、で、よし取った、オッケー。これ取るのにもう何回やり直したことか、もう10回ぐらいやってるぞ。あーのーくっそ、なるほどね、これコメントで見たんすよ。この今回の白クマの当たり判定が結構異常に難しいらしくて、箱のコンプがまあ難しいと。もうどうしよう、あ、死んだ。オッケー、
おつけおつけおつけ、さっきはどこ逃したんだっけ、ここここここのここ、よしオッケー、取るぞ取るぞ、いやあめちゃくちゃ無視だけど、どういうことこれ、もうコルテックスがマジどうでもいいもん、何してんだあいつ、何してんだあいつ、ピョンポンポンポン打ってポンポン打って、何キャリーパッパムか、あ、何今のはどうだ、何の話を、あーこうチェックしちゃった、もういいや、もうそうなっちゃったらもうコンプ無理じゃん、ていうか分かるか、何楽しんでんの、余裕かよ、無理だよ、かけらのテープなんてもう30回ぐらい知ってんだよこっちはてかそう、コルテックスに勝つ必要ないのかこれ、うちに レースってわけじゃないの、てかすげえ楽しそうじゃんあいつ緊張感ねボスだなおいはじゃねえんだよあ、くそスキー行きてえな、死んだ、あ、死んでない、終わったのか、いや悔しい、なんぼ、うわー絶対最後を逃した分だよ、コルテックスいる必要あったか、あーまあ道を切り開いてくれてたんだろうけども、もうそれどころじゃなかったよ、さあそしてコルテックスがスキーして向かった場所、そっちに繋がれたっけか、はタウナがなんかしてくれてたんだ、橋を架けろ、おーなるほどね、え、ちなみに下のステージは懲りないコルテックス、ボス戦、どうしようかな、先にこっちだな、そしたらな、じゃあタウナステージ橋を架けろ行ってみようか、お願いします、さあ始まった橋を架けろタウナステージですね、うー寒、バミューダ区域に上着を忘れてきちゃったわ、バミューダ区域ってつまりあの海賊船のステージかな、うん、バミューダトライアングルとかってやつだよね、はい、じゃあタウナステージとで行くんですが、あ、待ってて、後ろに一旦戻ってそこにフックショット、そうタウナステージがね一番見落としやすいよね、で、あ、今のは多分さジャンプしながらだったのかな、あっち側にジャンプしながら、あ、違う、はい、高い位置からジャンプして、はい、ここ、オッケー、もう地味ムズだったわ、そして壊して、これも全部壊しちゃいましょう、まあタウナがこのステージでしたことっていうのはまああれだよね、さっきのステージにつながるところでえげつない量のニトロが出てきたあれだろうな、で、あそこにフックショットがあります、逃さず行こう、これは普通に上ジャンプで越していけるから余裕、はい、やわな男だぜ、で全部壊しちゃって普通にあそこ上フックショットで済んじゃって倒すと OK、 タウナのステージはねよいしょ、こうなんていうのかな、うお、はい、もう一回、怖いな、まあ一部この女の子のこの電流にペチを感じる方もねいらっしゃるわけですけども、太陽に砂浜、そして小さな傘のついたパラソル心がもう枯れてきてんじゃないか、潤いを欲しがってるじゃん、で、そうそう、タウナのステージってのはさ、こうスタイリッシュな感じでいいよね、よいしょ、こうフックを使うのがもう大好き俺、そして下なんもなかったよね、なんもないの、オッケーオッケー、で、フックで壊すものもないってことでいっちゃおう、これを使って太陽に行くとチェックしちゃいます、うわー、一部の方に潤いを与えることもなく、はい、電流はクリアしていきたい、今だ、サービス、いやもうサービスはしないぞ、サービスしないぞ、あー危ない、待って倒した方、いや待って、どうする、どうする、上に逃げる、はい、オッケー、そしてこれ何気にね早いんだよ切り替わりが、どうする、どうする、いや一旦逃げます、で、こっち行って、今だ今だ、逃げろ逃げろ、あー怖え、地味にむずい、いや、普通にむずいわ、ありがとう、ワクワク、頼もしいわ、もう、そんな一部の男性のためにサービスしないぞ、サービスしないぞ、タナの体はそういうためにあるんじゃないんだ、危ねえ、危ない、ちょっとありがとう、ワクワク、やらしいんだよ、さあ、タナが一体何をしたのか、これね、はいはいはい、えげつない量のニトロ、これが送り込まれて、そっかそっか、クラッシュが進めるようになったんだ。
ありがとう、うん、で、こっからはいはいはい、もう一度クラッシュで進めると。で、待って待って、ってことはさ、またあの白熊ダッシュするわけかい。あぶねえ、難しくなってら。あーそうだよね。そしてさらにボックスの量も増えてるはずなんだよね。増えてるわー、これ痛い。こっからか。で、ボーナスチャレンジね、多分これも変わってんだよね。うわー変わってる、なんだあれいや十分難かったって。まあだけど惑わされんな俺。普通にマニパニパワーを使えば、レン、あ、これもしかしてさ、こうじゃない？こう、いけた、いけたね。お、一個も壊すことなく。だけどニトロスイッチ最後にないか。だけど結局ニトロスイッチは普通の、おお、最後のゴールであると思うんだよね。てかめちゃくちゃ早くね。ここでもう行っちゃうけども、俺はどうしたらいい、これ。とりあえずこうする、こうする。一旦逃げたかった。いやもうこれはもう一個ずつ、焦らず一個ずつで全然できるじゃないか。それでいいんだよ。でっこでこっちも行って、パニパニパワー、オッケー。そしてからあの上になんかあるんだよね。オッケー、ここだ。よし、でも壊しちゃおう。さあそして戻りましょう。はい、戻ってきまして、で上にあるアクションブロックを押したいんだよね。ってことであの上に乗りたい。めちゃくちゃ速いけどな。怖い、一旦逃げよう。今だ、よし。そして乗る。さあこのブロックで何が出現するのか。全部か、全部だね。ってことでこれはこっちに一旦行こう。はい、まず焦らずこれ全部壊すと。あのニトロは多分大丈夫だと思うんだよ。前回もそうだったけど、でも今回もそうであるとは限らないわけだよな。ってことで壊したいけど壊した。あの一個も壊す、壊しに行く。よし、もう先に全部壊しましたニトロは。ってことで下に降りるだけ。よし、ここ全部壊そう。オッケー。そしてタイミング合わせていくだけで、ファイヤーのタイミング見ましょう。ここだ、全部壊せ、全部壊せ。よし、25分の25。あとは焦らず帰るだけ。怖いって、早すぎるって。帰ろう。よし、帰ってきた。さて、白熊ダッシュ難しくなってる。ハードモードです、行きましょう。いやもうボックスコープ絶対きついもんこれ。あ、もう俺逃したよ、もう逃したよ。もういいんだよ、別にいいんだよ、もうやってらんねえよ。お前が壊せよコルテックス。なんか楽しんでんだよなあいつ、何なんだろうな。てかそう、結局ここでボックスコンプできなかったら、あんなにボーナスチャレンジ頑張った意味もそんなにないんだよなって思うと、なんか虚しくない。やり直そう。オッケー、よし、今んとこ全部取れてるよ。そしてオッケー、そうじゃん、そうじゃないっす。いい子だ、ほらちゃん、いい子だ。あとでわしゃ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 。あー、もう心が折れる音がした。ダメだ、めちゃくちゃ無事、マジで何回やり直したんだこれ。もういいよ、もう虚しいぜ、くそ。ここまでボックスなんとかね、ボーナスチャレンジとか全部やって、もうここでか、ここが難関だな。もうあいつ楽しんでるもん、コルテックスで。はい、うん、バカンス中の、はいはい、スキーに興じる研究員もいたりなんかして。何これ、あいつ何してんの。うはははじゃないんだよ。でもうすげえ楽しそうじゃん。でニトロいっぱいあるけど、もうこんなん何も怖くない。でダッシュとかする必要も全然ないよね、一応してみる。うん、はい、オッケー、終わり。あー結構逃してんだよね。そうだね、8つ、やっぱり最後だな、最後だ。クリアしたけどクリアした気にならねえ。お、このコースのスキン
あれ偽クラッシュじゃね。え、そうなんだ。オッケー、とりあえずもう進もう。よし、それじゃあ今回は最後に懲りないコルテックスボス戦やって終わろっか。行ってみよう。さあ来たぜコルテックス。クラッシュバンディク、お前が来るのを待っていたぞ。昔を思い出すじゃないか。ただし今回はお前の好きにできると思うなよ。なんかやけに余裕だな。ちょいと改造してやったのだ。ほう。さあ何度やっても同じことよ。暗い。お？巨大ミサイルの雨だ。あ、早速これさ、カップ玉のパワー使えるんだ。あ、ってことはそれを使ったりして、まあ逃げてねって感じなんだろう。だけど普通にさ、走ってれば逃げれてる、うん、逃げれてるよ。え、使う必要もなく、もしくはこれを、ん？発進。パンチボットマーク2。あ、そういうのも来るわけか。うん、パンチボットマーク2は初代パンチボットよりパンチがうまいのだ。どうでもいいわ。そりゃそうだろ、攻撃やんだから。で、あいつ使うんじゃね。こいつが今はい、こういう感じ。ああ、だ、パンチボットマーク2の相手はお前だ、わしじゃない。じゃあまあ不足運勢だわな。あれ、これは N 人のね、あの攻撃にそっくり。さあ、N 人の皮をかぶった、さあ、N 人の皮をかぶったクラッシュ、カプナガパワーによってこんなにも簡単。お値段なんと4,980円。いかがでしょう。さあ、どうだ。で、あいつをパンチボットマーク2をチョン。うわ、今ダメだ、守られてる。オッケー、これ簡単じゃん。よし、勝手にしろ。さあ、どんどん余裕がなくなってきてますよ、コルテックス。危ない、俺も危ない、余裕がない。おおおお、怖い。気に入ったか。気に入ってはいない、でも面白い。あははは、危ない。よし、いいね。はい、そう、カップ縄のパワーがね、いつ切れるか分かんないってのもあるからね。はいはいはい、あ、危ない。これ、間抜けれる、抜けれました。あぶねえ。はいはいはい。で、上からの店もう全部森はやめろ。うん、で、そう、あんまりね。ミサイルもあるし、あぶねえ、あぶねえ。できた、マーク2来たぞ。マーク2のか、今ピヨってる。今がチャンスじゃないのかい。いったぞ、それいった。よし、どっちがズルするつもりならわしだって。ズルじゃありません。なんだ、わしがやったのか。お前だよ。足場減らす攻撃はやめて。うわー、マジかよ。それはなし、それなし。うるせえな。てめえ、この野郎。だけど攻撃は激しくないな。え、どうすんだ俺。え、終わり、うん、何、ボタンをいっぺんに押したら。おい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 、やめてくれ。いっぺんに押したらどうなるかとかやめろ。この怒りを思い知れ。どうしよう。はい、おい、どうしよう。こう逃げる、そしてこう逃げる。オッケー。あー、危ない。ミサイル、ミサイルの部分だぞそれ。はい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 。で、これはしゃがんで避ける。でも、スロー使ってもう避けちゃおうかな。避けましょうね。はい、そして逃げる、逃げるぞ、逃げるぞ。後ろに行こう、後ろに行こう。で、はい、N 人、 N 人の皮をかぶったからしわからん。余裕だ。にゃんにゃんじゃねえ、猫じゃねえんだよ。で、パンチボードマックス来てるぞ。今だ、よし、倒した。終わったべ、終わったべ。おう、4度目の正直だこの野郎。倒した。てか待って、コルテックスってことはラスボスなんじゃないの。今さらだけどさ、終わり。このバンディクめ。はい、バンディクですけども、何か。わしはいつまで負け続けるのだ。なあクラッシュ、わしはずっとこのままなのか。なぜなのだ。知らんわ、知らんわ、そんなこと。やはりあなたにはインポッシブルだったね。ルーさん、おい、月に、わしは南の島に行く、一人でな。ちょうどいい、あなたはもう必要ナッシング。ニューパートナーとニュープランがありますので。なんと、こそこそ計画しておったのか。オフコース、トラベルリフトの力はあなたのイマジネーションをオーバー。どういうこと。あなたの夢は時空の支配でしたが、
私はディファレント。世界をクリーンにすると決めました。異世界ってこと？ヒストリーをリセットして作り直すのです。そして私は神になる。つまりあなたとグッバイ。小賢しいマスクや目障りなバンディクーもツギャザーね。生意気な。わしのことを消すだと？簡単にできると思うなよ。そうなる前にわし、私たちがそうはさせないんだから。共通の敵ができたか。わしとお前たちの戦いが終わるかもしれんな。何？マジ？クラッシュかわいい。なんとコルテックスと手を組むと。へえ、ちょっとこれは胸熱だね。あんなにずっといがみ合っていたのに、この二人。ああ、クラッシュあんなに殺されかけたのに、寛容だな。さあ、そして、クラッシュとコルテックスが向かう場所は、あのルーさんが、あっちにいるのかな？もしかして、これ次ラストワールドになるんじゃね？ちょ、見てみよっか。行ってみよう、コルテックス。大丈夫か、コルテックス？はい、恐竜ガーデン。永遠の大昔。あー、なるほどね。エントロピーは、この大昔の次元にワープして、そこをもうまっさら歴史をクリーンにして、もうそこから自分の時代を作り上げると。で、自分が神になると言ってるんだ。じゃあ次回から、そのルーさんのプランをデストロイするために、この恐竜ガーデンやっていきましょう。